音声のテスト中です。ただいま正面にいます。これは内蔵マイクで音を取っています。これから、左の方に回り込んでいきます。今真後ろにいます。もう一回正面に行きます。はい、正面に来ました。こんな感じです。これが内蔵マイクの音声でした。はい、新製品の ECM-B10 の音声です。今指向性は一番高くして、デジタルインターフェースを使っています。では、これから左の方に回っていきたいと思います。今真後ろにいます。また正面に回ります。はい、指向性が高いので、エアコンの音声とかも聞こえ方が変わっていると思います。はい、続いては ECM-B10 のままで、指向性を高くしてですね、全方位の音を拾うようにしてみました。これから一周回ってみたいと思います。はい、ただいま後ろに、真後ろです。真後ろにいます。はい、今真横にいます。正面に戻ってまいりました。聞こえ方はだいたい均一に聞こえたんではないでしょうか。はい、違いが出るかちょっとわからないんですけども、指向性を高めて今度はアナログ音声入力にしてみました。アナログ音声です。一周してみたいと思います。真横です。真後ろに来ました。はい、これがアナログ音声入力です。いかがだったでしょうか。はい、続いては、先に発売になっていました ECM-B1M を使ってみました。デジタルインターフェース使って、指向性は一番高いものにしてあります。これでちょっと一周回ってみます。正面です。はい、真横に来ました。真後ろです。側面に来ました。はい、また正面です。こちらのマイクの方が、8つ使ってますので、カプセルマイクを、指向性は、こちらの方が高いというふうに言われています。いかがだったでしょうか。違いが分かるでしょうか。こちらは、ハンディカム用のアクセサリーとして発売されていた ECM-GZ1M という、マイクです。ガンモードにして、正面だけ入るようにしてあります。回ってみたいと思います。はい、正面です。はい、真横に来ました。真後ろです。はい、真横に来ました。はい、正面に戻ってきました。違いはお分かりになりますでしょうか。はい、これは、ZV-1 の内蔵マイクの音です。これもテストしてみたいと思います。はい、正面です。はい、真横に来ました。はい、真後ろです。真横に来ました。はい、正面に戻ってきました。